こんにちは、うりほたるです。ハイドインサイドライブ2024エキストラ10月12日13日神戸ワールド記念ホールに行ってきました。ハイドさんライブのレポ感想とライブの合間に行ってきた難波丸井でやっていたラルクのアリーナツアーアンダーグラウンドウェルカムミートゥースペシャルシートのレポ感想も入っています。よかったら最後までご視聴ください。10月12日土曜日、新横浜、神戸2日間は1泊で行ってきます。3連休で新幹線がすごく混んでたので新大阪まで望み、新大阪から新神戸には光で乗り継いで行ってきます。朝早い新幹線だったんですけども、指定席は満席でした。10時11分ぐらいに新神戸に着きました。グッズを買いたかったのでこのまま神戸ワールド記念ホールに直行します。新神戸から地下鉄で三宮に出て、三宮からポートライナーで市民広場に向かいます。神戸はハロパはよく来てたんですけども、それ以外にも花火とかルミナリエとか観光によく来てたので、なんか久しぶりでした。ここしばらく涼しかったんですけど、この土日はすごく天気も良くてむしろ暑いくらいでした。市民広場駅、神戸ワールド記念ホールが見えます。なんかめっちゃ錆びてるような気が、こんな外観錆びてましたっけ。土曜日のグッズ販売開始は11時からで、最初の2時間はハイドカードを持ってる人が買えるということになっていました。並んだ時には前に60人ぐらいいる感じでした。やっぱり関東と比べると人が少ないのですごい助かります。11時になった時に列が移動して階段を上って売り場まで行きました。グッズの見本はちょうど売り場の前にあって、みんなそこをまず行ってたので、レジに並ぶ人があまりいなくて、買うものは決まってたのですぐ並んだら2人目で並ぶことができました。11時8分ぐらいにもう買い終わったのですごい楽でした。買い終わった後に見本をゆっくり見てました。ハイドさんのぬいぐるみが吊るされててちょっとシュールで、なぜか足が内股になってて服もすごい脱げやすいというか脱がせられるし、すごいじわじわ可愛いなって感じです。買ったグッズはこんな感じです。今回はツアトラが絶対欲しかったのでちょっと早めに買いに行きました。2018年のツアトラとかはバンプスが休止した後にどうなるんだろうって思った時にハイドソロがすぐ始まってくれてすごく嬉しかったのとか思い出すし、アンチもだし、どのツアトラもそれぞれ思い出があって思い入れがあるので、このグッズすごいいいなと思いました。買う気はなかったマルチバッグ&ミニポーチ、直前に SNS に実物の写真を上げてくれていて、あ、良さそうと思って買ったんですけど、これ本当すごい使いやすくていいです。ペットボトルも入るサイズで作りもシンプルなので本当に使いやすい。ランダムカード付きのポテチは友達のと合わせて合計6個買いました。上3つが友達の分で下3つが自分のです。奇跡的に被りがなくてすごかった。サポメンとの写真のが入ってたので嬉しかったです。一般の列もできていて数人並ばれてました。ハイドカードの列もそんなになくてすぐ買えるような感じになってました。グッズが早く買い終わったので三宮のホテルに荷物を預けて元町の中華街に行きました。老少期の豚まんがすごい好きで、ハロパに来た時とかも食べてたんですけど、何年かぶりで食べれてすごい良かったです。ハイドファンの方もちらほらいて結構有名なお店みたいです。帰る日とかに買うときは大人買いして持って帰って冷凍とかするんですけど、この日はテイクアウトで食べる分だけ買いました。5個600円安い。昔は店内にちょっと食べる場所とかもあったんですけど、コロナ禍でなくなっちゃったみたいです。お店の奥ではもう常に作って蒸して売ってみたいな感じでやってました。一つ一つが結構小ぶりの豚まんで5個とかペロリといけます。よかった。
お店の前にゴミ箱があるのでそこにゴミを捨てます。豚食べて豚に食べさせるっていうシュール。この日はいい天気で全然暑くて半袖で OK でした。大阪の友達と合流してたので全部道案内は任せて、三宮までは歩くかってなって歩いてゆっくり三宮に戻ってました。生田神社に向かう鳥居、生田ロード。ホテルでちょっと休んだ後に会場に向かいます。3時45分ぐらいに市民広場駅に着きました。ツアトラが会場裏の駐車場に停まってるという話を聞いたのでそこに向かうことにしました。すごい天気、10分ぐらい結構歩いて駐車場の奥にツアトラが2台停まってました。インサイドツアーのおなじみのツアトラとアルバムの写真のツアトラが新しく停まってました。2台並ぶとすごい圧巻な感じです。アリーナのブロック割りが張り出されてて結構細かくブロックが作られてました。ハイドさん運動会やらせたい割になんでこんな細かいんだろうって思ったんですけど、ハイドさんがハイターのコメントで神戸の会場の都合で細かくしか設定できないっていう風に教えてくれてました。謎のスペース気になるなっては思ってました。各ブロックの整盤もなんか細かく振られてて日曜日と番号が違ってたので当日にならないとわからないドキドキ感があると思います。エキストラは全部指定席で撮ってるのでスタンドの入り口から中に入りました。土曜日はスタンド D の1列目の席でした。ステージからは遠いんですけども下手側の正面で全体がよく見渡せるような席になってました。4時25分ぐらいに中に入りました。中央後方にサブステがあってさっきのブロック割りの空き地白くなってるところにサブステが作られてる感じです。上手と下手両方に小さいスクリーンがあってそこに時計が映されてました。ライブハウスツアーと同じように時間がカウントされていく感じになってました。ステージは黒い幕が降りていてお立ち台だけ出てる感じでした。 SE はブリングミーとかベビーメタルとかアッシュとか関係がある人たちの曲っていう感じでした。10分過ぎた頃にリンキンのギブンアップがかかってその後ブラッドサッカーズがかかってアリーナはすごい盛り上がってる感じでした。16時60分ぴったりに暗転してツアーと同じ曲がかかってました。16時66分時間ぴったりに始まって幕が開いて真ん中にはタワーがありました。でサポメンが出てきて英語のアナウンス、ニューアルバムのインサイドヘッドがかかってる中で英語のアナウンスがかかってました。セットリストはインサイドツアーのものがベースでニューアルバム曲がそれ以外のものと入れ替わる感じ。タワーの上にハイドさん現れてギラギラ軍帽、サングラス、グレーの袖たっぷりのリボン帯のシャツ、黒の上着、下も黒のブーツインでした。インサイドヘッドからレッドイットアウトに入ったのでまさにニューアルバムと同じ始まりでした。神戸 Are You Fucking Ready で2曲目のアフターライトでした。3曲目は I Got 666で飛ばしていく感じで上がってました。4曲目 Defeat 前ハイトインサイドライブエキストラへようこそ。よく集まったね。アルバムは招待状です。頭にインサイドをしてきたって言ってて君たちで完成するんだよやれんのかからのディフィートでした。ディフィート始めのところでサングラスを取って、それがスクリーンに映っててでものすごい歓声が上がってたんですけどなんかそれを聞いたハイドさんが笑い声を立てて笑っててもう何回このやり取りやってんだとか思ってんのかなと思っちゃいました。でブリーディングがその後に来てテイキングゼンダウン、久しぶりのオンマイオウンが7曲目に来てて多分風の演出があるからかこの時群舞を取ってました。オンマイオウンの後ヒコさんのピアノソロが始まってここからしっとりタイムでアビスが始まってました。
アビスでまた軍帽をかぶってて、軍帽アビスが見れてよかったです。でその後からですね、インディスヘルだったのがトコシエになってて、イントロを聞いた瞬間あ来た来たと思って、すごく海外のフェスでやってたのですごく生で聞けて嬉しかったです。この日の印象は他もすごい強かった曲あったんですけど、トコシエの迫力がすごく記憶に残ってます。ライブですごく映えるというか、ハイドさんにドンピシャの曲で、ハイドさんだけで歌ってるからもうなんか闇しかない感じで、すごいたまらなかったです。服も別に今まで通りの服で歌ってるし、ライトが赤いぐらいなんですけど、なんか表現力お化けって感じ、シケラひねりつぶされましたって感じです。正直言うとここまで結構アルバム曲も入ってたんですけど、ツアーと同じ流れだなって思って、距離もすごい遠かったのもあって、割と静観というか落ち着いて、まあ、乗るは乗るんですけど聞いてたんですけど、もうちょっととこしえぐらいからもうちょっとわーってなりました。とこしえ終わった後にもう今日は元取れたなとか思うぐらいで、とこしえ良かったんですけど、スクリーンに映ってるハイドさんの頭の上にちょうどカドシュンさんの仮面の目と口だけ光ってて見えて、それがすごいハロウィンのカボチャっぽいっていうか、ハイゴレっぽいっていうか、ふわふわなんかハイドさんの頭の上になんか浮かんで見えてて、それがちょっと面白かったんですけど、日曜日はそれが口だけ映るようになんか変わってて、もしかしてちょっと面白かったから変えたのかなと思ったりもしました。服装はない前、神戸ちゃん楽しんでる。オーストリア観光大使なのでスワロフスキーからこの帽子いただきましたって言ってて、ツアーで使ってたギラギラ軍帽とは別で本当のスワロフスキー貼り付けてあるやつをかぶってたみたいです。確かにすごいキラキラ、ものすごい光ってて、スワロフスキーが目立って貼ってないような頭の上の部分もすごく光ってたので、小さいのが貼られてるんだろうなと思いました。さすが観光大使。スワロフスキーの帽子のことを綺麗でしょって言ってて、その言い方がなんか大物女優みたいなセリフ回しでした。でメンバー紹介をしていて、楽器と名前を言ってました。ギタージュリアン、ギター帰ってきてくれてよかったヤス、キーボードヒコ、ドラムカドシュン、ベースカバイコちゃんがブリエルって言ってて、俺たちは鏡っていう話もしてて、俺のおかしいところを見たければお前らもおかしくなれって言って、座ってって言って、座らせてジャンプして6オアナイン始まりました。土曜日は6オアナインからマッドクオリアとソーシャルバイラスまでインスタライブしてくれててありがたかったです。マッドクオリアで上着とベストを立て続けに脱いでて、フロアに降りていって、上手の柵に登って煽ってずっと歌ってました。ソーシャルバイラスはライブで初聞きだったんですけど、すごいこれものすごい盛り上がる曲だなと思いました。何でもできるというか、ダイブモッシュ、オールオブデス、ヘドバン折りたたみ、なんか何でももう好きに暴れられるような、これからライブで盛り上がる曲になるんだろうなと思いました。ソーシャルバイラスの時にサブステの四方にもニョロニョロがあって、それがなんか立ち上がってました。このソーシャルバイラスミッドナイトセレブレーションラストソングの流れが本当すごいやばかったです。ソーシャルバイラスもすごいって思って、その後畳みかけるようにミスレが来て、でなんかちょっと早って思ったんですけど、やっぱいつもミスレって14曲目で本編終わりみたいな感じだったので、1曲早かったんですけど、あれ早いなって思って聞いてたら、ミッセレの盛り上がりの後にラストソングのイントロが始まって、ここで来んのってなって、しかもミッセレの最後でなんかハイドさんがもうすでに血のりをかぶってて、なんか様子がおかしくて汗なのかなって珍しいって思ったら、なんか血のりっぽいなって思ったら、そのままラストソングに入っていって、多分ラ
ラストソング始まる前ちょっと暗転した時に水すごいかぶってて、でそれがなんか血のりだったみたいで、顔にも血のりが滴ってる感じ でもそれがスクリーンにアップで映ってて、もうなんか釘付けって感じでラストソングを聴いてました。ミッセレの余韻で少し息が切れた感じでラストソング歌い出してて、でもワンコーラスぐらいでも徐々に落ち着いていく中で、もう映画みたいな感じ、いつもより儚い感じで歌ってて、ジアビスとかもですけど、もっとなんかさらに儚い感じ で髪もなんか濡れて張り付いてて、本当なんか儚げな、すごい本当見入っちゃいました。会場もシーンってなってて、みんなもう食い付けって感じで、あの雰囲気は独特でした。盛り上がり前のサンバディリトレイミーで暗転して、その後パーって赤いライトに変わって、上からなんか赤い紙吹雪がすごい降ってて、でハイドさんがシャウトするっていうので、もうなんか圧巻でした。音源よりももっとなんか荒い感じで叫んでて、アドリブも入ってて、血の雨が降ってる中で歌ってるみたいで、顔は結構血まみれで狂気なんですけど、すごい美しくて、もうやばいものを見せられてんなと思いました。ラストソング最後はハイドさんが地面にうずくまってる中、幕が降りてって終わりって感じで、最後の音が切れるまでわーとか誰も言えなくて、もうシンってした後にわーってなってました。めちゃくちゃ引き込まれました。血のり流さないと次出てこれないなとか、いろいろちょっとしばらく出てこないのかなとか考えたりもしてました。幕が降りてる前でステージの下手にジュリアンさん、上手にヤスさんが出てきてギタープレイをしてました。サブステの上に後でハイドさんが出てくる箱が載せられたりとか、黒い幕をかぶせたサブステと同じ高さのセットが移動してたりとかしてて、まあ、それは門俊さんのドラムセットだったんですけど、それが上手後方で動かされてたりしてました。でギタープレイが終わった後、門俊さんが乗ったドラム台が上手後方のフロアから出てきて、サブステまで移動しながら演奏してました。でハイドさんはいなくて、まあ、ただその下の土台の中に多分いて、サブステにドッキングさせた後中通って箱から出てくるんだろうなとかって、まあ、予想はできる感じでした。サポメンは門俊さんのドラム台の後ろから歩いて出てきてて、でみんなサブステのところに集まってパンドラーが始まって、ハイドさんが箱の中からスモークとともに出てきてました。スワロフスキー軍帽に黒のブラウスにフェンディのペカン柄みたいなストライプのベストに、下もそのストライプの履いててブーツインしてました。サーカスっぽくてステージセットと合ってました。でも絶対ハイドさんじゃないと似合わない服だなと思いました。下もストライプってすごいなと。さっきの血まみれが嘘のようにもう普通に髪も顔もなってて、パンドラ1曲をサブステで歌ってました。でパンドラが終わったら水鉄砲を持ってサブステから階段で降りて、上手側から歩いてステージに戻ってインタープレイを歌ってました。インタープレイの後、楽しんでる、たくさんの人が来てくれて嬉しいです、アルバム曲全部やりました13曲って言ったんですけど、この時点で Believing in Myself まだやってないのになってちょっと思ってたんですけど、まあ後で本人忘れてたって言ってました。5年かけてやっと作ったアルバム、好き嫌いはあると思うけどって、コロナとかあってやる気なくなったりもしたこともあったけどって言ってて、いつ何があるかわからないから優先順位をつけてやりたいことをやりますと、いつ何があるかわからないからお弁当は好きなものから食べましょうということですって言い出して、別
かったって言ってみんなはいって言ってました。そんなお弁当を食べる間にどうにかなっちゃうぐらいなのって感じで面白かったです。あと4曲って言っててみんながえーって言ってハイドさんがえーって可愛いねって言ってて、さっきのギターソロでジュリアンがメタリカ好きなんですけど、ギターソロでそのメタリカをちょっと弾いてたんだけど、なんか聞いててちょっと違くないってハイドさんが言って、調べたらやっぱり違ってたみたいで、俺の方がメタリカ好きなんじゃないって笑ってました。ジュリアンさんに次ちゃんと歌えるって言ってて、なんか無限来るなって感じで分かりました。生で一人無限が聴けて嬉しかったです。ヒロくんのパートを一部みんなに歌わせてて、まあ、ジュリアンさんも歌ってて、事前に入ったあのコメントでハイドさんが覚えてきてねってとこも歌えて、なんか一緒に歌ってる感じがすごい嬉しかったです。なんか一体感があるというか、歌詞はスクリーンには出てなくて、まあ、覚えてる人が歌うという感じになってました。Believing in myself の前でハイドさんが一曲忘れてたって言って歌い始めてました。だよねって思いました。 Believing 好きだったので忘れてるってちょっと思ってたんですけど、ちゃんと入れてくれててよかったです。19曲目グラマラススカイは上手下手両方のステージ端まで行って歌ってました。最後セックスブラッドロックンロールではまたフロアに降りてきてセンター付近の柵に登ってずっと歌ってました。なんか土曜日はスタンドから見てる感じなんですけど、結構柵の中がパンパンで、サークルとかウォールオブデス多分作ろうとしてるんですけど、なんかあんまりそこまでスペースが広がらなくて、あんまりちょっとゼップと変わんないような風に見えました。やっぱりああいうのをやらせたいやりたいんだったら多少その余裕がないと、やる側もやらない側もスペース作れなかったり狭くて押されて嫌だったりっていろいろあると思うんで、日曜日は割と余裕がある感じだったので、最低限それぐらい余裕があるといいのかなと思いました。最後ありがとう、サンキューソーマーチ、また明日首洗って待ってるようで上手から吐けていきました。セトリー見ると20曲やってていつもより1曲多いんですけど、もうなんかあっという間って感じで早く感じました。時間も7時ぴったりに終わってて2時間弱っていう感じで凝縮された時間でした。終演後帰省退場はなくて普通に出られました。廊下にお花がいくつか来てました。フライヤーは新しくハイドカードのとディアブロのが入っていました。かっこいい。ライブがすごい良かったのでついポテチを2つ追いグッズしちゃいました。そしたらレアカードのレッサーパンダのが出て嬉しかったです。右は友達のです。自分のは5個買ったんですけど、かぶりが1つもなくてラッキーでした。他に欲しいカードもちょっとあるので幕張で買えたらまた買っちゃいそうです。ポートライナーで三宮に移動して打ち上げです。神戸の夜と人生に乾杯。ライブめっちゃ楽しかった。ぬいぐるみは服がすごく脱げやすくて、ぶら下げてたらなんか気づいたら多分脱げちゃうと思います。ちょっと対策を考えないとなと思いました。刺身とぬいぐるみかわいい。自分で作るたこ焼きがあったので、大阪の友達がいたので頼んで作ってもらいました。焼きたて美味しかったです。神戸1日目あっという間に終わってめちゃくちゃ楽しかったです。10月13日日曜日、この日は難波丸井のラルクの VR を撮っているので大阪まで移動して見てきます。友達が阪神電車で1本で難波まで行けるよって教えてくれたので、阪神電車の神戸三宮から
大阪難波まで行きました。便利でした。当てずっぽうで歩いてたらちょうど地下で丸井までつながってて、奇跡的に迷わずたどり着くことができました。丸井5階のイベントスペースでやっていました。 VR を見るまでは中には入れなくて、待機場所のパネルの写真は撮れました。受付時間になると整理番号には関係なく中に入っていって VR の席に前から詰めて座っていきました。 VR は15分で3曲、ネペンテスとフラワーと叙情詩でした。 VR はハイドソロので慣れてたんですけど、ラルクはまた新鮮な感じで、ケンちゃんとかユッキーとかてっちゃんとかいつも見れないような VR 目線で見れてよかったです。そして改めてハイドさんソロの VR がめちゃくちゃ AV だなと思いました。ラルクは全年齢向けという感じです。VR が終わると展示や特別映像を見たりグッズを買えたりします。特別映像は10分ちょっとぐらいで、奥のスクリーンで連続で流されていました。 VR が終わった直後に1回目見ることができるので、まず映像見たい人は先にスクリーンの前に行ってくださいっていう風に言われました。スクリーンの前で立って見る感じです。特別映像はアンダーグラウンドの舞台裏を見れてとても面白かったです。ユッキーも喋ってました。展示は実際にアンダーグラウンドツアーで使われてたランウェイのカーペットが敷かれてセットみたいなものが組まれてたり、衣装やメンバーの使ってるものが飾られてました。黒板に書いたメッセージは写真を撮ってメンバーに送ってくれるそうです。 VR は満席の回だったんですけれども、次の VR の人が来る前までに割と人が出て行ってしまうので、待っていれば人が少なくなって写真撮影とかすごく撮影しやすい状態でした。グッズのタペストリーもかっこよかったです。ちょっとハイドソロのグッズが多すぎるんで、有楽町も行くのでその時にしようと思います。ラルクを堪能したのでまた神戸に戻ります。その前に地下鉄で梅田まで移動して阪神百貨店のイカ焼きを買ってから行きます。イカ焼きいろいろ食べたんですけど、ここのがソースがあんまり甘くなくてすごい好きです。専用のイカ焼き保冷バッグ持参です。帰りも阪神電車で大阪梅田から神戸三宮で帰ります。座れるからすごい楽。三宮からポートライナーで市民広場に向かいます。会場時間10分前ぐらいに着きました。アリーナのブロックの整番がちょっと違ってて、1ブロックごとの人数が土曜日よりは少ない感じになってました。数字も全然キリがいいとかはなくて、本当にその日にならないとわからないので、ランディングの人ドキドキですよね。マルチバッグがすごい可愛かったので黒も買ってしまいました。日曜日もスタンド席です。この日は上手後方の G ブロック前から3列目の席でした。1日目と逆方向だったので良かったです。セトリは土曜日と同じでした。日曜日は1曲目からハイドさんサングラスなしでスワロフスキー軍帽と白シャツに黒のリボンタイ、黒のベスト、黒の上着、下は黒でブーツインでした。白シャツに黒のリボンタイっていうなんかすごい似合うやつ着てきたので、もうそれだけで上がりました。サングラスないから最初からもう行け散らかしてました。ディフィート前でニューアルバムはサッカーボールみたいなものって例えてて、んってなったんですけど、ボールだけじゃサッカーできなくて、グラウンドとチームと相手とゴールがあってできるって言ってて、君たちがボールを持ってるんだよみたいに言ってて、なんか急にどうしたって感じの例えでした。わかりやすいですけれど、同じくテイキングゼムダウンで軍帽を脱いでたんですけど、その後本編が終わるまで脱いだままでした。土曜日はアビスとかでも被ってたと思うんですけど、
こしえとかも風が吹く演出があったので、脱いでる方がすごいいいのかなとか思ってました。土曜日は席が一番前だったので、すごいヘッドバンとかしまくれたんですけど、日曜日は真ん中の席だったので、あんまりやると迷惑かなとか思ってたんですけど、始まったら隣の人とかやってたので、よしと思って、もう最初から暴れてました。なのであまり記憶がないです。3曲目の I Got 666がすごい好きで、もうこの辺りから興奮状態止まらないって感じです。とこしえが土曜日よりさらにすごい良くなってて、この日のインライがとこしえだったので、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。帰ってからまた見て、そうそう、この魔王感って感じで、ひねりつぶされるし神戸も垂れますって感じです。音源聞いた時はこんなライブ映えする曲だとは思わなかったので、本当すごい定番にしてほしいです。ソーシャルバイラス、ミッセレ、ラストソングの流れ、アリーナも土曜日よりはいろいろ動きやすかったみたいで、スタンドから見ててもオールオブデスとか折りたたみとかサークルとかできてるのがよく見えました。マットクオリアあたりでハイドさんが上着とか脱いで、まあ、準備にかかってるんですけど、ミッセレの最後の方からやっぱり血みたいな感じになって、白シャツの背中にまずなんか流れてて、血の羽みたいになっててすごかったです。でラストソングで血のりかぶってて、白シャツ前の方も血がついてて、顔にも血が滴ってるって感じで歌い出して、もう会場見入るって感じになってました。このエクストラの映像をなんか円盤にしてほしいなと本当思います。ラストソングが終わって幕が降りて、後半はパンドラからまた始まりました。土曜日はパンドラ1曲だけで、あとはまたステージに戻ったんですけど、日曜日はインタープレイもサブステで歌ってくれてました。後方は大盛り上がりになってました。インタープレイの後、水鉄砲を持って階段から降りてステージの方に向かってきました。サポメンはその後についてってる感じで、カドシュンさんはなんかスタッフさんが振ってた旗を1本もらって、旗を振りながら最後についてってました。ステージに戻って無限前の MC、 楽しんでる、声援する時に長くなくてもいいんだよって、本編の後待ってる間にみんなではいどうって叫ぶのをなんか伸ばして、長くやる人がいて、それでみんなで拍手するみたいなのをするんですけど、その中でなんか途中でむせちゃってダメだった人とかがいて、それも聞いてたのかもなんですけど、短くてもかっこいいよって言ってて優しいなと思いました。たくさん集まってくれて感謝感激です。こんなに理解者がいるとは思ってなかった。ラストソングの演出について言ってて、血まみれが苦手な人はごめんなさい、でも安心してください、あれはケチャップです。ケチャップなら食べちゃいたくなるでしょ、ハイド食べちゃいたい、美味しそうに見えるでしょって言ってて、残りの人生好き勝手やっていきたいと思いますって言ってました。本当にハイドさんには好きなことをやってほしいし、みんなの顔色を伺ってなんか自分を殺すみたいなのは見たくないので、好きなことやってるハイドさんを見ていたいなと思います。血のりの話になって、血のり欲しいって言ってたつもりだったけど用意されてなくて、どうしたと思うって聞いてきて、今の話の流れがあったのでみんなでケチャップって叫んでたんですけど、よく聞こえなかったみたいで、ジャックとかいろいろ言ってて、でケチャップってようやく通じて違うって言ってて、どうしたと思うって聞いてきて、俺は買ってきたらいいじゃんって思ってたんだけど間に合いませんって言ってて、どうするかと思ったら、今 USJ でハロウィンやってんじゃん、もらいに行ってきたんだってって言ってて、 USJ から血のりもらったみたい でハイドさんはその発想はなかった、スタッフ優秀だって褒めてました。であと4曲って言ったらみんなって言って、ハイドさんが
えって言ったら1曲減らすよって言ってきて、それに対してみんなえって言いたいんだけど、えって言うと減らされると思って、なんかえがちっちゃかったのが面白かったです。サイドさんが4曲でいけるって、行かせてやるからよって急になんかオラついて言ってきて、なんかすごいかっこよかったです。そういえばヒロ君結婚しましたねって言ってて、びっくりって、なんか仲いいなとは思ってたけど、お幸せになってほしいですね。次の曲はヒロ君に捧げますからの無限でした。ハイドさんが一人で歌う無限は、みんなで歌うところがすごい一体感があっていいなと思います。ハイドさんって歌い慣れてくると割とリラックスして歌うと思うんですけど、最後ずっと揺らいでて奪うのを忘れてて、本人も笑っててすごい楽しかったです。 Believing in myself、 ハイドさんがジャンプジャンプって言うんで、ジャンプしながらこの曲聴いてるんですけど、それがまあ楽しいんですけど、ハイドさん同じようになんかジャンプしながらちゃんとしっかり歌ってるんで、体感ほんとすごいなと思っていつも感心しています。グラスカで最後セックスブラッドロックンロール、あーもう最後になっちゃったって思いながら、ラストソングイズコールセックスブラッドロックンロールでした。スタンドでしたけどめちゃくちゃ飛び跳ねて楽しかったです。最後はっちゃけたか神戸、Thank you so much、 やってよかった、ありがとう、また会えるまで首洗って待ってろよ、ですごい投げキスとかいっぱいして神手からはけていきました。終演後に幕張の2日間配信ありますっていうのが流れてました。フライヤーにもそれが入ってました。帰りは神戸空港から羽田まで飛行機で帰ります。ポートライナーで神戸空港に向かいます。三宮方向はすごい混んでるんですけど、空港方面は電車空いてました。改札出てすぐ空港です。9時15分の羽田行きなので、だいぶ時間があるのでレストランでご飯食べます。神戸の夜と人生に乾杯、ステーキとサラダ食べてたら、どんどんハイドファンの人が入店してきました。ロイヤルホストで食べてたんですけど、パンケーキ食べたことなくて、テレビでやって食べたかったので食べてみました。バターふわふわで、蜂蜜すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。神戸2日間あとラルクの VR、 あっという間ですごい楽しかったです。毎回最高って思うんですけど、もう常になんかどんどん新しいことを見せてくれて感動させてくれるハイドさんのライブがもうたまらなく中毒になってます。このあと幕張でも2日間も見れるのですごい楽しみです。神戸行ってよかったです。ご視聴ありがとうございました。